はい、お疲れ様です。猫好きです。お疲れ様です。さあ、終わりましたね、有馬記念。はい、皆さんどうでしたでしょうか。いやー、びっくりする展開となりましたね。いやー、この結末はちょっと私も予想してなかったですね。まあね、もう、終わってしまったんでね、もうしょうがないんですけど、いやー、モンドアイがまさか、9着ですか。やはりちょっと熱波の影響があったのか、その辺はちょっとわかんないですけど、まあもしかしたらね、ちょっとこう爪とかね、足を少し痛めたのか、わかんないですけどね、もう途中というか直線で、走るのをもう、やめてはないんですけど、流した感じですね。力は入れなかった感じですね。残念ですね。はい。まあ、これが競馬なんでね。で、まあ、とりあえず私の方もね、リス・ウラ州を本命にしてましたんで、そちらはね、見事当たって、よかったです。シューがね、まあ、一着はもうしかし強かったですね、リス・グラシュ。いや、今も現役最強はもうリス・グラシュですかね。しかも、この G1 でも何馬身、2、3馬身の圧勝劇ですよ。宝塚と一緒ですよね、まさにね。ちょっと参りましたね、これは。これで引退というのがなんかすごくもったいない気がして。まあちょっとじゃあ一回まず見ていきましょうか。はい。とりあえずね。して緩いカーブがまず3コーナー、1周目があって4コーナー、なぜはかい。というわけで見ていきましょうか。はい。各馬ね、入っていってます。で、これは黒コスミやね。黒コスミア、そして、このリスグラシュね、入りました。で、2着のサーテルナーリアね、入りました。で、ベロックスが入りますね。お、ちょっと渋った。さあ、入りました。で、最後にシュバルグランが入って、全馬、ゲートインと。なります。はい。はい、スタート。まあまあのスタートですよね。で、奇跡がちょっとこう遅れたんですよ奇跡がちね。ょっと遅れたね。この奇跡のね、スタート遅れがなかったら、もう少し奇跡、順位上げてたかもしれないですね。エロリッで、トがいっまあ、基た。本的には、まあ、アイロリッドがね、いつものよう怖に、いね。逃げていきます。で、意外と、そうね、結構後ろの方なんですよね。1着、2着で来た馬も。とりあえずまずは後方で、まあずっと足を溜めて。結構アーモンドアイはどっちかっていうと少し外を回されましたよね。内内は取れなかったですもんね。ここですもんね。ちょっとやっぱ外を走らされてはいるんまあ、アーですモンよ。ドアイも、ただね、別に悪淀みくなはないい、っちゅうけまあ、ど、走りだったどんうでなん問だ題ろはう。ないかなと思ってですね、ちょっと待って、見てたんですけどね。リスグラは結構後ろ。相変わらず、アイロリッドが、まあ、飛ばしていくっていう流れ。大逃げ打ってきたか。結構飛ばしましたね、アイロリッドがね、この辺は。ちょっともう見てる方からすれば、ここまでやはり大逃げされると、ちょっとドキドキしてきますもんね。はい。ってなわけで、徐々にこう、いい感じでまあ、リね、スグラアーのモンドアイのポジ逃げションはを上げ3ていっ馬よ、こてるれ。んですよね。だからこれはもう、これ完全にモロタ倍と、思った次第ではございますけども。サートル徐ナ々ーリアに、も結構後先頭方。との差もなくなってきました。徐々に徐々にですね。
で、もうこの辺からかなりいい手応えで、ああ、問題が上がってくるんですよね。これはって思ったんですけどね。で、横にいるのがフィエルマン。でもですね、まだね、まだ出さないんですよ、レーンジョッキーはね。リスグラシはここで一気に外にやっと前に入って、これで置き去りにしていくんですよ。リスグラシュや。で、それを見たアモンダイも、もうここでもうやめてますもんね。もう流してますもんね、完全に。この圧勝劇ですよ。いや、ちょっと強いですね、リスグラシュ。はい、というわけで、いやー、やっぱ強かったですね、リスグラシュが。で、フィエールマンと、まあね、サートゥーナーリアも来て、で、最終的にはワールドプレミアが3着と、まあ、もう本当、自分の印通り決まったのは嬉しいんですけどね。アーモンドアイがね、まあまあ、これが競馬ですね、何度も言いますけど、とりあえずね、一応自分が買った馬券、前日馬券の方はね、全部外れたんですよ。もう結局、アーモンドアイが、まあ、軸みたいなもんだったんでね。アーモンドアイが来ない時点でもう、僕の馬券は、ゴミになっちゃいました。ただしですね、当日馬券の方で、まあ、一応当たったということで、のしときます。とりあえずね、ちょいプラぐらいですか。まあ、とりあえずプラスはプラスですけど、ちょっとね、もっとがこう、アーモンドアイが来て、よっしゃーっていう展開を期待しただけにね、ちょっと、少しがっかりもしましたけど、まあ、とりあえずでも、まあ、勝ちは勝ちなんでね、で、本命もしっかりリスグラシュで当てることができたんで、その辺は良かったかと思います。はい、まあ、とりあえずね、今年も有馬が終わって、まあ、それでもね、来週またホープフルステークスとかありますんでね、そちらの方ね、予想していきますんで、よろしくお願いいたします。はい。もうね、もうここまで来たらもう連勝でね、もう最後、今年をね、飾ってやろうと思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい。で、まあ、いつも通りね、インスタグラムとツイッターの方でね、馬券の方も出してますんで、そちらの方もぜひフォローの方よろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、というわけで、猫好きでした。バイバイ。